自覚している限り霊能力はゼロに等しいと思っている私が先日体験した話です。少し状況を整理したいので前置きが長くなってしまいますがお許しください。私は埼玉県の不動産屋で働いています。取り扱っているのは売買の仲介であり、広告媒体等に掲載するために物件を調査し、現地写真を撮影しに行くのも仕事の一環になっています。とあるデベロッパーが新築分譲した全20棟20棟の大きな現場があるのですが、この現場が今回体験したお話の舞台となります。現場の配置は火事のような形になります。ということで図上を来たとして、左上から A 棟、B 棟、C 棟、D 棟と右に流れていき、 A から F までで、左下に行き G、H、I、J とあって、次の段、K、L、M、N で一番下の列 O、P、Q、R、S、T というところでございます。一番上の列が A から F、 その次の列が G、H、I、J で、その次の列が K、L、M、N で、一番最後の列が O、P、Q、R、S、T という4列になって、配置されているということですね。新築分譲とは言っても販売が開始されたのは3年ほど前からの売れ残り現場です。立地条件も申し分なく、価格帯も適正な現場であるため、1年もあれば完売するだろうと誰もが見込んでいた現場でしたが、図の NQR 区画は未だに買い手がつかず、売り主業者も頭を抱えている状況です。ではどうして買い手がつかないのか。それはこの現場が出ると噂される現場だからなのです。分譲開始当時、図の HILM の各区画は路地上敷地形態、不動産業界では引き縁物件と呼んでいますと言って、宅閣に比べて不整形な土地であったため、宅閣よりも販売価格を安く抑えて売り出されました。不景気な世の中ですから、質より価格を選ぶ顧客は多く、この現場内でも HILM の各区画はすぐに買い手がつきました。 M 宅の引き渡しから半年ほど経ったある日、M 宅のご主人が2階の納戸で首をつって亡くなっているのが発見されました。会社をリストラされて一家は離散し、残ったのは数千万の住宅ローンのみ。追い詰められての自殺だったのでしょう。悲しいかな、このご時世を考えればよくあることですが、 M 宅は親族の要望で売り主業者を通してエンドユーザーへ売却する運びとなりました。完売前の分譲地内でこのような事件が起こることは売り主業者としても相当な痛手だったようで、当時担当の田中さん過去加盟も長期戦を覚悟しなければならないとため息をついていました。そうは言ってもそれから1年も経った頃には GNQR 区画と M 宅を除く区画は買い手がついていたのですが、この頃から分譲地に住まわれているいくつかの家庭に立て続けに不幸が起こり始めました。まず L 宅でボヤ騒ぎが発生しました。幸い死傷者も出ず、被害も周りに及ぶほどのものではありませんでした。次に I 宅のご夫婦が離婚され売却する運びとなり、 J 宅では奥様が交通事故で亡くなられました。すべて偶然なのかもしれませんが、こうも立て続けですとさすがに不気味すぎるとのことで、分譲開始から2年を経過した頃、売り主業者から私の勤めている会社に GNQR 区画の販売委託の話が持ちかけられ、現在に至ります。そのような現場でしたが、私たちとしては取り立てて特別視することもなく、いつものように物件を調査し、現地や周辺環境の確認する運びとなりました。分譲地内の居住者宅を訪問した際、
S、T 区画には2区画を同時に購入して整骨院を開業した先生が住んでいるのですが、気さくな方だったのでお話を伺ってみたところ、M 宅に隣接している家でばかり不幸が続いているような気がして不気味だよねと笑っていました。それから半年後、今から半年前のことなのですが、 G 区画の買い手がついて、よし次も頑張ろうというタイミングで S、T 宅の整骨院の先生が自宅の浴槽で亡くなっているのが発見されました。親族の方の話を伺ったところ、死因は急性心筋梗塞で事件性はないとのことでしたが、直接お話をした私としては初めてこの分譲地に何か嫌な気持ちにさせられる事件でした。9月のこと、それまで販売委託されていた NQR 区画に加えて M 宅についても委託されることとなりました。不謹慎な話ですが、自殺物件と聞いて営業部の人間たちは大層盛り上がっていたようで、早速何人かの営業が連れ立って M 宅の内見内見に出かけていきました。帰ってきた連中は口々に、あそこはマジでヤバいと連呼しており、何がヤバいのかと尋ねてみたところ、他の区画と違って空気が重い、圧倒的に暗い、いくら換気をしても湿った感じがすると、ありきたりな感想を返してきました。一つ気になったのは、共通して何もない家の中からキンと得体の知れない音が鳴る、あれがマジでヤバいというものでした。柱や床なり等を疑ったのですが、その建物は木造住宅で聞こえてくるキンという音は金属音のような、電子音のような、表現しづらいけれど不快な音で指摘されたような音ではないとのことでした。そこで営業の一人が質問してきました。重要事項説明書、契約前に顧客に説明しなければならない物件の説明書に入れなくていいのと。M 宅の場合はそこで居住者が自殺したという事実は告知事項として載せなければならないのですが、幽霊やそれに類するものは科学的な根拠がなければ載せる必要はないと判例が出ています。状況的には誰が言っても必ずその音はどこからか聞こえてくるので告知した方がいい。しかし根拠もないのに載せたら載せたでそれは問題ということで、結果として私も直接行って確かめてみるべきという話になりました。本当に前置きが長くなってしまいましたが、ここからが本題です。前日の経緯により、自称霊能力ありという営業の佐藤君過去仮名と私とで、先日九段の M 宅の内見内見に出かけました。佐藤君は皆の話を聞いてすっかり怯えていましたが、営業なんだし見ておかなきゃダメだろうと責められて、しぶしぶ同行といった感じでした。私はといえば、この分譲地については私自身が事前調査を行って法務局の古地図等を閲覧しても、過去に墓場や競馬形状だったという利用形態も見当たらなかったので、皆大げさだなぁとしか思っていませんでした。佐藤君の車に乗せてもらって現地に到着するなり、佐藤君は、うわマジで空気重いっすよ、本当にやばいっすよここと連呼していましたが、それには構わず広告掲載用の写真を撮っておこうと早速外観チェックに取り掛かりました。奥まったところに本地のある敷地形態があり、各方位に立つ建物に取り囲まれていて、他の区画に比べると日当たりは良好とは言えない場所なので、これなら確かに不気味な雰囲気と言われても仕方ないなと思いました。続いて玄関脇の雨戸に吊るしてあるキーボックスから鍵を取り出そうとしたところ、玄関脇の雨どいに吊るしてあるキーボックスから鍵を取り出そうとしたところ玄関扉が開いていることに気づきました。誰かが鍵を閉め忘れたか、それとも先客がいるのか、そんなことを考えながらごめんくださいと玄関扉を開けてみました。
入り口から見る間取りは玄関を入ってすぐ右側の直線状の階段があり、その左隣の廊下の先に居間に続く扉があるという家でした。居間に続く扉は閉まっており、階段途中の最高窓から日は差しているのですが、それでもやはり薄暗い家といった印象を持ちました。佐藤君は後ろから階段を上がった先がやばいと騒いでいましたが、それは奥の納戸で自殺があったからって先入観でしょと流して玄関内に足を踏み入れました。踏み入れた瞬間、九段のキンという音が鳴りました。佐藤君はもうこれ以上進めませんとそこでギブアップしてしまいました。私はといえば不意打ちだったので、えと一瞬びっくりしてしまいましたが、先客もいるかもしれないし、その人の発した音かもしれないということで構わず上がっていきました。ひとまず今へ続く扉を開けて1階の様子を伺ってみます。ちなみに M 宅の間取りは 3LDK プラス何度で、1階には居間とダイニングキッチン、トイレ、洗面所、風呂があり、2階には3部屋プラス何度という作りになっています。リビングを2階に集中させた間取りだけあって、1階の LDK スペースは25畳ほどあり、家具も置かれていないその薄暗い空間はガランとしていて広く感じました。おそらく水道を止めているためだと思いますが、下水臭が上がってきていたので換気のために居間とダイニングのシャッターと窓を開けてみたところ、入ってきた日差しで少し明るさを取り戻した室内はきちんと清掃もされていて綺麗に保たれているなと思いました。続いて2階へ行こうと玄関に戻ったところ、佐藤君は相変わらず階段の先の方を見て、やべえよやべえよとブツブツ言って待っていました。お前は出川かと笑い飛ばしながら一人階段を上がっていく私。階段を上る途中、例のキンという音がまた鳴りました。音の出所は階段や床のきしみの音などではなく、なんというか空間で鳴っているように思えました。鉄骨造りの家は壁内部の鉄骨が金属ストレスでたまに鳴るということは知っていたのですが、木造の家も同じようになるのかな。木材が乾燥割れするような音だから金じゃなくてパキッとかだよな、などと考えながら2階に到着。階段を上り切った真正面に例の難度があるので、キンと同様にいきなりは勘弁だなと思っていたのですが、そこにいたのはスーツ姿の田中さん、売り主業者の社員さんでした。あれ田中さんと声をかけると、ああ清水さん、私の亀、下の方からは声聞こえてたから誰か来たとは思っていたんですが清水さんでしたが、お疲れ様ですとのこと。真っ暗な中から現れたらびっくりしますよと笑いながら言うと、驚いちゃいました。この家が売れ残ったままだと他の区画も一向に売れそうにないので、せめて見栄えは良くしようと定期的に清掃に来ているんですよと笑いながら返されました。まあ3年間も売れ残ってしまっては担当者としては上司からも責められて大変だろうなと同情しつつ、内観写真を撮りたいのでシャッター開けますねと申し出ると、じゃあ掃除も終わったところなので私は失礼しますねと言い1階へ降りていきました。その後私は各部屋のシャッターと窓を開けて換気しつつ写真を撮って回りました。九段の自殺のあった難度を含めどの部屋も1階同様に清掃されており、さして変わった様子もなく、デジカメに表示される写真にも何か変わったものが写るというわけでもなく、拍子抜けするほど何も起こらないまま内見を終えて1階へ降りていきました。1階玄関では相変わらずの怯えた様子の佐藤君がいたのですが、降りていくなり、大丈夫でした？てか清水さん2階で誰と話してたんですとのこと。私。ん？佐藤君どっか行ってたの？佐藤君。いや、ずっとここにいましたよ。清水さん誰かと話してるなと思って。で、私。え、田中さん降りてきたでしょ？佐藤君。え、
誰も降りてきてないですよ私。またまたそうやってビビらせようとしてるんでしょ佐藤君。いやマジですって、直階段だし降りてきたら気づきますって。てか清水さん気づいてます？俺たち玄関入った時靴とかなかったじゃないですか。なのに清水さん誰と話してるんだろうって。そういうや否や佐藤君が視線を上に向けて、てか清水さんいるいるいる上にいるからと叫んで家から飛び出していきました。ゾクッとしたところで追い打ちをかけるようにキンとなり、うわーとなって私も外に飛び出しました。車に戻って佐藤君を問いただしたところ、2階の踊り場から階段を降りるのではなく、私の頭の真上を田中さんや見知らぬ何人かが玄関側の方へ宙を歩くように通り過ぎていき、突き当たった壁のところで消えていったとのことでした。佐藤君曰く、金の音の正体は彼らが壁に消えるときに発する音なんじゃないかとのこと。すぐさま売り主業者に電話したところ、田中さんは8月にこの現場からの帰りに交通事故で亡くなっていたこと、それで M 宅を担当できる人員が足りなくなってしまったために私の会社に委託したのだということを聞かされました。その後私の身の回りで何かが起こったということはないのですが、売り主業者にも田中さんにも申し訳ないのですが、その現場を売っていく自信はなくなりました。ちなみにその現場はまだ買い手がついていないので、広告媒体で埼玉県内の試験物件を見かけた際は用心してください。無駄に長くなった割にこうして文字で起こしてみるとそんなに怖くもないのですが、あの時は本当に背筋が凍る思いをしました。以前から面識のあった田中さんが普通に現れて幽霊らしいことをせずに消えてしまったので、自分の中のそういう世界へのイメージとのギャップもあってなんだか不思議な気持ちになります。で続き、連投規制で全部書き終わるまで帰れなかったんですが、書き終わって会社を出て駅に向かって歩いていたところ、いつも駅前にいる駅舎の方に呼び止められました。駅舎さんが言うには、私の後ろに立っているスーツ姿の中年男性がくれぐれもよろしくお願いしますと頭を下げて言ってますよ、頑張りなさいとのことでした。思い出したりすると引き寄せてしまったりついてきてしまうというのは本当なのかな。少し身震いしつつ頑張って帰ります。